一世のせ、こんにちは、ゆみまです。こちらですね。ちょっと今日は私の新お財布紹介をしていきたいと思うんですけど、その前になんかパパからね、言いたいことがあるらしいんですよ、私に。私はよくわかってないので、まあ早速始めちゃいましょう。レッツゴー。ってことでなんか強引に始めたけど、で何ですか？はい、ね、前もなんかの動画でちょっと話したことあるかもしれないんだけど、はい、まあもう5月になっちゃったんですが、まあひまちゃん中学3年生になったということで、もう LJC です。何？やだよ。何？お小遣い制にしようと思います。いや、いいの？悪いの？だって今までは、やだよ、やっぱやだ。いや、隠れないでください。今まではまあお小遣いなし、決まったお小遣いや定額はなしで遊びに行くとか、どっか買い物行った時に買ってあげるってスタイルだったじゃないですか。まあそのためにお小遣いなし。でもまあみんなね、お兄ちゃんとかもそうだったんですけど、お小遣い制なわけですよ大体。でそのお小遣いの中でみんな買うと。やっぱりこのお金の使い方のね、勉強もしなきゃいけないので。どこ、待って待って、どこまでがお小遣いなの？例えばだよ。じゃあ例えば道歩いてます、ガチャガチャやりたいです。それは完全にお小遣いだね。じゃあ歩いてます、はい、クレーンゲームちょっとやりたいです。それも完全にお小遣いだね。歩いてます、はい、母の日のプレゼント買いたいです。お小遣いだね。いやいやいや、いやだね、無理だって。皆さんそれ普通。え、じゃあ待って、歩いてます、はい、アロビノの誕生日プレゼント買いたいです。まあそれは折半かもしれないね。友達の誕生日プレゼント、それ自分の。え、無理無理。だってじゃあ、だってりんちゃん自分の小遣いで買ってたよ前、今ちゃんの誕生日プレゼントとか。え、服は違うよ。まあ服とかね、まああとはその動画で使う、ね、動画で着る洋服とかさ、そういうのはしょうがないですけど。だって周りの友達誰も小遣いもらってないよ。本当？うん、それはまあわかりません。皆さんどうですか、視聴者ね、皆さん、これを見ている皆さん、じゃあもうこのコメントで決めましょう。もう、うん、この皆さん、このお小遣い制賛成か反対か、皆さんがどうかというね、はい、はい、これコメントで決めます。一応でもね、用意してあったんです、こうやって。え、はい、初任給、初任給、初任給です。まあ分かんない、一応ね、お兄ちゃんの時の金額を。ありがとうございます。え、でも分かん、まだ分かんないです、これ。お兄ちゃんの時の金額をそのままね、今、同じ学年のひまちゃんに今した金額になってます。でね、まあお兄ちゃんは中1の時3000円からスタートしたんですよ。で中2で4000円、で中3で5000円になったんで、今こちらに5000円入ってます。あー、5000円多いですよね。5000円一月5000円。皆さんどうですか、世の中3、まあ、ね、中学生でも高1でもいいんですけど、ね、2000円とかじゃない？2000円は…見て、じゃあ調べてみようか。それはちょっと皆さんの意見を、生のリアルな意見を教えてください、皆さん、はい、小遣いになっちゃうの？わかんない、それはもうこの動画で決めます。ということで、まあじゃあこれは一旦保留にしますよ、これは。はい、保留にしてください。はい、これね。でもさ、でもよく考えてメリットもあるよね。結構あの、お金使わない時もあるじゃないですか。だから貯まる時期もあるじゃん。うん、まあ、そういうのはいいかもしれない、確かに。メリットそれ増えるだけがいいって言ってるだけじゃないですか、それ。だって私お金使い、でもさ、それで生活苦しくなっちゃったらどうしよう。苦しくったって、結局家でご飯食べるんだから誰死にはしないですよ。でもお兄ちゃんからお小遣いパラッていくよね。おー、そうじゃん、それを合わせればもう7000円多すぎだね。2000に減らそうかな。ねえ、まあとりあえず保留ってことでね。そうですね。まあなのでお小遣い事情に関しては、はい、これからどうなるのか、皆さんのこのね、この動画の皆さんの声で投票決めましょう。もう皆さんにかかってますからね、本当によろしくお願いします。これマジで1週間後ぐらいにこの動画のコメント見返しながら動画で発表します、これまたね。マジで撮影しながら。マジで、はい、ということでじゃあお財布の方お願いします。はい、はい、今まで使ってたお財布はこちらです。お兄ちゃんからもらった、誕生日プレゼントにもらったこの折りたたみのお財布だったんですけど、ちょっとまあこれも好きなんだけど、結構やっぱ私折りたたみ財布こう変えてきたんですよ、いろいろ。でレビビさんのやつも使っていれば、これも使っていればって感じで、結構まあ気分によって変える人なんですけど、また新しいお財布が増えましたってことで、その新しいお財布がこちらです。じゃじゃーん、このね、もう緑一色、もう原色って感じの折りたたみのお財布です。私結構ポーチを持っていくからね、そのポーチに入りきらないんですよ、長財布だと。なんか頭が飛び出ちゃうの。
だから折りたたみのままにしました。これウィゴーで買いました。これのいいなって思ったとこは、まあ、ここはチャックなんですけど、開けると小銭のとこがなんと2つになってます。201号室と202号室みたいな感じでね、可愛いでしょ。でこっちも開けるとポコンで、なんと長財布っぽくなります。当たり前か。でもね、こんな感じで、中にもポケットが、わかりますかこれ、中にもポケットがあって、ここにもポケットがあるっていう、結構収納がね多いんですよこれ。だからちょっとこれを選んでみました。では私は今から、詰め替えをしていきたいと思います。なんとですね、前ね、私お小遣いとかもらってないんだけど、まあたまにさ、やっぱちゃーちゃんたちと会うとさ、お小遣いもらったりするじゃないですか。それで前もらったんですよ、お小遣いを。それがちょっと溜まっているので、2024年まで限定の5000円札、ちょっとこれをいただいたので入れちゃいます。ごめんね、ちゃっちゃん、5000円もらったことを全国に晒しちゃった。私はですね、あのパパからの教えなんですけど、お金が逃げないようにこう逆さに入れてます。そう、上にやるとね逃げちゃうから、こんな感じで。あとお兄ちゃんからもらったお小遣いがちょっとね入ってる。お兄ちゃんからもらったお小遣いを予備で入れてます。これ2000円ですね。じゃあちょっとこれをここに隠し潜めておきたいと思います。で、まあお金は以上なんですけど、次ここのカードの部分を見ていきたいと思います。いろいろすごい、いろいろすごい。私はまずじゃん、カラオケ屋さんのメンバーズカード。はい、これはカラオケ屋さんのメンバーズカード、なんかこう会員しといた方が安くなるって聞いてママと会員入りました。で、あとあの前のひまひまチャンネルの名刺、これ意外とね、視聴者さんに渡したりとかもします。名刺、あ、そうだ、皆さんチャンネル登録者さん47万人ありがとうございます。50万人さんまであと3万人ということで、精一杯駆け抜けていきますので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本当に今ね、見ていただいてる方が10割だとしたら、チャンネル登録してくださってる方がまだ3割ぐらいで、しないで見てくださってる方が7割ぐらいなので、ぜひチャンネル登録お願いします。次が私大好きなゴンちゃんのポイントカードです。今もうこんな感じでね、溜まってるんですよ、ほら、ドゥルン。次ね、ワンドリンクフリーなんですよ。だからちょっと何にしようかなって今迷ってますね。でもなんかいつもね、黒糖ブラックミルクティーばっかりなの私。だからちょっとなんか変えてみようかなとか思ってますね。皆さんってさ、財布にさ、絆創膏入れる派ですか？私は入れる派じゃないです。とか言いながら入ってた。ちょっと待って、私持ってましたね、絆創膏。やった。なんでひまがこれ持ってんだろう。 IKEA のメンバーズカードみたいなやつ。なんでひまが持ってんのこれ。てかひまが持ってていいのかな。あ、これピカイチでもらった31の500円券、やったね。これちょっと今度食べたいと思います。あとはね、なんだろうこれ、三日月ひまがこのスタンプカード当てたの。見て、いつも言ったのにやってなかったわ、ショック。あ、オリンピアンもあるじゃん。マックカード500円分あるよ私。図書カード、2000円分の図書カードが入ってました。やば、次行った時買おう。え、クオカードの100円もあるんだけど、意外と持ってんじゃんか。皆さんここ好きですか？チュンスイタンのタピオカ好きですか？私チュンスイタンのタピオカ好きでね、前どっかの駅で飲んだんだよな。よいしょ、ちょっとまあこのイケアカードはママに渡したいと思います。で、こんな感じで入れ終わりました。閉じます。いやー、お小遣いどうしようかな、もらおうかな、どうしようかな。皆さんぜひコメントで教えてください。買ったこれ、あ、普通にしまった。で、ここにちょっとね、お金というか小銭を入れていきたいと思います。私小銭ほんとないんだけど、地味にね貯金してるんだよ、地味にね、ほんとに地味に。だからいつも困るんだよ、自販機とかでさ、もう5000円札しかない時ほんと困って、97円しかないって3円足りなかったの昨日。ショックで、自販機使いたかったのに使えなかった。ということでこんな感じで47円今入ってましたね。10円玉1円玉ゾーンです。決して100円玉と500円玉はありません。貧血です。まあでもお小遣いもらったらこういうこともないんだろうな。まあ使い方によってだけどね。皆さんぜひお小遣いもらってるかどうか教えてください。はい、というわけでこれでできました。お財布完了です。
はい、ということで今日はですね、パパに急にお小遣い制にしますって言われて戸惑って、でもどうしようってなって、皆さんのコメントを見て決めることにしました。なのでぜひ皆さん、お小遣い事情をぜひ言っていただけると嬉しいです。教えてください。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。あー、どうしよう。Your style is black って言って。Your style is black.おーのーってことで外します。いっせーのせ。